愛子です。今回は外です。今回はお花見をしようと思ってわざわざ外に出てきました。するしないで、お花見って言ってるんですけど、ちょっと引きのところら辺見えます？もうね、半分以上ね、散ってんのもうね、もうないのよ、桜ないのだけど、この最後のギリギリなところ、枯れる寸前の私ぐらいのレベルの桜を今日は見に行こうと思ってここに来ました。ここは川越水上公園、埼玉県です。で、お花見ってやっぱ友達とかみんなでやるものじゃないですか。私あんまり友達がいないので、数少ないまず相棒を今日呼んでみました。この方です。はい、はい、というわけで中里春菜プロです。はい、中里春菜です。よろしくお願いします。同じ団体で同期の春ちゃんがついに登場。そして来ちゃったよ、春高イエローで今日は登場しました。若く見える？枯れる寸前だけどで、ハルちゃん枯れてるでしょ。ちょっと待って、同じく枯れる寸前でしょ。寸前じゃない、ハルちゃん枯れてるよ。枯れてないわでも今日は初めてのイエローでお花見ということで来てもらいました、はいはい、ちょっとぐるっと一回ちょっといい感じじゃない？すごい似合ってない？意外とね、しっくりくるんだよ。これ着心地いいでしょ。意外といいんだよね。3000円しないのでしょ。いいでしょ。いいね。今日はお花見です。はい、嬉しいよ。私もしてないの、お花見。お花見見ただけでも枯れてるからね、もうだいぶいやでもいい感じに、ほら桜吹雪だね。桜散ってるんだよ、これ吹雪じゃない、散ってんの散ってる中で今日は春ちゃんと何をするかというと、はい、私たちのできることといえば、そう、麻雀。イエス。これしかもうできないんだよねそれしかできない、他の知識もないし何もできない。というわけで、私の相棒、さらなる相棒、いちごちゃんも今日は生きてます。わざわざ歩いてやってきましたなので今日は春ちゃんとうちらといちごちゃんで麻雀するんですけど、あら大変、メンバーが足りない。2人じゃできない。そう、あとできれば可愛い子が好き。そうだね。というわけで、なんと今回マグネットの皆さん初登場です。イエー、マグネット登場。イエー、今日はこんなに美人さん6人が一緒に花見をしてくれるということで、超なんかピンクじゃない、アイコン。いや、こう景色からちごちゃん雰囲気からで、これですよ。これやばいね、ちごちゃん。で、まずさ、マグネットなんぞやじゃん。先生やね。ね、ちょっと代表の方手挙げていただいて。はい、はい、いました、はい、マグネットって何ですか？マグネットは女子だけの麻雀サークルで、マグネットっていうのは麻雀ガールズネットワークを略してマグネットになってます。あ、磁石じゃなかったの？あー、略称なんだえ、その女子サークルのメンバーから今回は6人来てくれたってことですか？そうです。総勢何人？マグネット担当は今140人くらい。140人も女子が麻雀やってるよ。全員打てるってこと？麻雀ある程度ほぼほぼルール把握してると思います。え、入りたいって言ったらどうやって入れるの？だいたい SNS、Twitter とかからなんかダイレクトメールとかで、はいはい、ホームページ見て、あとは友達自体とかがすごい。試験はないの？あ、全然ないです。あ、じゃあこれ見て私女子だって思った人は、あのマグネットメンバー誰かと SNS 上でつながれば、何かのこうイベントに参加できたりして、あなたはマグネットですって次から言われるってこと？そうです、誰でも参加できます。この中、この中で一番あの歴が長いのは代表？今日いる中だと私が一番長いかもしれない。一番この中で新参者は誰なの？新参者、新参者まあまあなその辺かな入ったの私1年くらい前ですかね。なんでそれは どこで知ったの？ツイッターで知りました。で、やりたいみたいな、はい。というわけで今日なんですけど、これだけ選手が集まって、やっぱりみんな麻雀したいよね。はい、そうだよね、はい、言わせてるねこれね、だいぶ怖いね。でも今日はただ麻雀打つのつまんないんで、2チームに分けて、はい、チーム対抗戦やろうかなと思って。いいじゃないですか。チームピンクとチームイエローで分けちゃって、はい、ペアマッチみたいな。
感じ、トイメン座らせてやろうかなと思って。はいはい、はい、ちょっとなんか罰ゲームつけたいんですけど、大丈夫ですか？大丈夫じゃないよ。大丈夫じゃなさそうですね。大丈夫じゃないよ。じゃあ勝った方のチームは最後に、あのマグネットの宣伝15秒あげます。お、どう？いいね。これだったらいい？負けたらもう映らない。エンディングモザイク。モザイク顔にちょっとあのあれ入るけど、ピーって黒いの入るけど、いい、大丈夫？いい、負けたらだよ。勝てば全最後まで映れますから。勝った方がいいね。そう、勝ったら最後までやって宣伝もできて可愛いまんまで終われるけど、負けたらもう映る価値なしです。それはうちらも一緒ね。あ、マジで？うん、最後もう隠そう。こうなんの？でもしょうがない。あのよくほらニュースとかで出てる感じのやつ、あれになります。はるちゃんが負けても、アイクが負けても。ではお花見春日奈対決、頑張るぞ。トンプーの4曲戦対局スタートです。天才だよ、本当にいい子ね。上手ね、本当上手。やっちゃえよ、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 天才100点、パーフェクトガール、天才、素晴らしい、もう見事、優勝、優勝。ちょっともう早く結論見るのドキドキする。はぁ、仲間の取り合い。なんてこった。なんかね、だいたいね、若いパワーに負けるんですよ、こういうのは。わかる。なんかツモ力みたいなのよく言うけど、そう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 、あれ本当だから。天才、うちのチームじゃん。そうだった。なんかすっごいここ応援してた。すごい、ここチームメイトじゃないからね。え、なんかね、そう、立てたんだよ、立てたって。気をつけ。ツモれ、ツモれ、ツモれ。よし、イエーイ、来たー、高い高い。すごい、リズムアカドラ、やべえ、やべえ。よく頑張ったね。よかったよ、いい麻雀になった。誇りだよ、うちの部の。マグネットやめたらうち来る？ま、なに、日向サークル、ひなさ、ひなさ。何すんの？マグネットに対抗する。150人いるんだよ。150人集める。関西にもいるんだよ。150人集める。本当に見て、合ってるよ、あの人。つまー、ピンズモドラ1 700-1300。 待てよ、待て、待って。ぜひ皆さんもこうやって卓を持って行って、ね、
全自動麻雀台こうやって持ってくれますから。これいいよね。そう、便利、積まなくていいしね。ね、うん、で、しかもあの結構な時間持つんで、バッテリーも。あ、そうなの。だから、これぜひ皆さんお試しあれ。お試しあれということで、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。そしてマグネットの皆さんも今日は花粉の中お越しいただきありがとうございました。あんま花粉の子いなそう。さあ、というわけでチャンネル登録、高評価、みんなこれやって。何これ、まあ、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。では皆さん、バイバーイ。